予想どうでしょう。そうですね、ふみ斎藤氏が言ったような展開になると拙者も思いますけども、思いますか。高子選手のですね、膝とかが心配なんですけども、はい、そうですね、まあいい試合になると思います。そうですね、はい、あのまた井上貴子よりも吉田が吹っ切れてるでしょ、はい、もう吉田麻里ちゃんのこのメキシコ遠征帰ってきましたよ、うん、この元気いっぱいの試合がなんかそのファイトをこの4人のね、はい、リードしていくのが吉田だったりすると非常に面白いかなという気がします。試合のグレードも上がるということで、割と、はい、デビーって割とアメリカ人にしては無表情なんですよね、試合が。そうですね、で長谷川はこれ出来不出来が甚だしいというレスラーですから、まあ3日の大義ですけども ね長谷川、だから全く4人が4人とも実は安定感のない選手なんですよね。それがひょっとするとすごいスリリングな面白い試合を作り上げることになるのかもしれないし、はい、やっぱりコミュニケーションが取れないでお互いにチームワークが取れなくてまずい試合になっちゃう場合もありますし、全員未完ですかね。未完って感じでしょう。から今年の1月5日の後楽園ホールでのタイトル戦以上に、ま、ウエイトがないんですよね。ないですね、うん、足なんかすごく細いですから、はい、さあいよいよですね、全日本タッグ選手権ゴングが鳴ります。先発は長谷川と井上貴子です。握手を求めたその長谷川をいきなり投げ捨ててストンピングの井上貴子です。あ、もう場外、今デビーが追ってきましたけれども、たまらず場外にダウンした長谷川をデビーがアシストに入って、ここで吉田もそして井上貴子も早くも場外戦、吉田がデビーオフェンスに額を打ちつけて、リング内は井上貴子と吉田の担ぎ上げてエルボーを見舞って長谷川を連携プレー、ダブルエルボードロップ、カバーに入った井上、ダウント2。さすがにもともとコンビ組んでいる選手たちだから、はい、コンビネーションはいいですよね。なるほど、今の試合開始もこれ作戦だったんでしょうかね。ちょっとこれは長谷川が捕まったような試合展開になりましたけども、吉田がこれも大きなモーションのモンキーフリップ、吉田らしい、あのバンザイをするところが可愛いんですよ、吉田麻里子は。他の選手にはないモンキーフリップ、うん、バンザイするとき、あの回転エビ固め行くときバンザイしたりするでしょ、あれはいいですよね。なかなか難しいですよね。おっと、このクレタスロープ走りか、ロープ最初なんかダイビングも出なく、これはもう限りなく3に近いカウント2でしたよ、内上さん。フェイント式なんですよ、綺麗でしたね今、綺麗でしたね、ワンツーです。そして畳みかける首4の字ですけども、これは長谷川早くデビーにタッチしたいところですけども、吉田選手今日元気ですね。元気ですね、はい、また新しいコンビネーションが増えてますね、はい、ただの今のだってただのフライングボディアタックでなくて、あのロープのステップする位置が違うだけでおーって思いますよね。場所を変えたという、はい、助走をつけてみんなと少し一味変えちゃうっていうんですか、変えるところが素晴らしいなと思います。はい、ここで吉田から井上貴子がロープでダイビングボディアタック、逆に自らロープ2段目に走ってミサイルキック、これは井上貴子はあれですね、 見かけよりも重そうですね、体重が増えたということですか、斉藤さん、うん、もったりしてんのもったり、内上さん、はい、そういえばこの井上貴子選手に、はい、内上さんはただならぬ関係があるということを私情報キャッチしましたよ。ただならぬ関係ですか、内上さん、よくですね、これ美味しいニュース聞きました私。どういうニュースですか。なんかの花束をですね、はい、いただいたということで、よくあのコンサートの時にいただいたんですよ、お返しに。内上さん、やっぱり優しい人なんでしょうね、お守りを今日試合前に、はい、井上貴子選手に。そう、試合前じゃないんですけどね、この間のお守りの、内上のお守りを差し上げた、ぜひ今日頑張ってくれということで、そうですね、願いを込めて、はい、はい、もうかなりお友達なんですね。いえ、歌をもっと何十点でしょうか歌もいいんですよ、プレスを頑張ってほしいと。なるほど、はい、本業のプレスを、はい、はい、その井上貴子が足を狙いに行って、長谷川まだデビにタッチできません。ここで速いクイックタッチ、吉田が左足を取ってのストンピング一発、そして全体重を浴びせたエルボー、一個一個元気よく見えますよね。そうですね、今度はヒップドロップから諦
ーレース圏固めに移行しましたけども、逆に右足を返した長谷川、これタッチたいですね。チャンピオンチームの長谷川とデビーですけども、やはり斉藤さん、こうデビーが1ヶ月アメリカ帰ってました。やっぱり試合をこのコンビネーションがですね、練習する時間がなかったということで不安視されていましたけども、このローンバトルの長谷川、これちょっと動き悪いんじゃないですか。そうですね、まあグラウンド入っちゃってますから、とりあえずブレイクでデビーさんに、まあ、とりあえず1回変わった方がいいんじゃないですか。そうですか。でも今はあの割とリングの中で、はい、あの吉田麻里子が光ってますから、この人が動いているうちは面白いという気がします。そうですか。ここでデビーにタッチして、デビーはこれは長谷川の分も頑張るでしょう。あっと、これは見事なブリッジ、はい、早い仕掛けのエースクラッシャー。今度はエルボーかな。逆にそれ吉田が返してのショルダースルーを返してバックへ回ってのローリングクラッチ、そしてジャパニーズロック、これは惜しい。素早いジャパニーズロックカッチがカウント2でフライングメアからスリーパーホールド、グイグイ締め上げます。これはチキンウィングじゃないかな。チキンウィングですか、ね、ああもう吉田早く右足をサードロープに、ロープロープ、今度はなんかエルボーが、デビーがロープしてエルボーは、おそらくもう一回やっちゃいたいんだろうな。これはもうデビーのですね18番ですけども、そしてブレンバスターリング中央、ね、力がないでしょう。あの今のブレンバスター一つにしても、はい、もうちょっとウェイトがあるんだね。まあ、吉田選手軽量ですからね、どちらかというと、うん、重量感あふれる選手ないですからね。そしてドラゴンスリーパーに捉えて、やはり関節技、そしてスープレックスにはやっぱり非凡なる才能を見せる。最近ねこのパイルドライバー対応してるんですよ、デビーですか、ええ、あこれは一瞬呼吸を止めてのぶら下げ式のパイルドライバーを最近対応していますね。カウント2、研究熱心なデビーマレンコ、これ STS 狙いたいんじゃないかな。あ STF です ね、 ここら辺もこれでもかこれでもかというね、男子プロレス顔負けの技ですけど、宇治上さん、はい、もうこれでもかこれでもかというね、技のこのコンビネーションの良さはどうでしょう。デビーの使う技って結構あの男子プロレスの技多いですね。やっぱりね、プロレスを習った学校が男子のレスラーを養成するところだったんで、マリンコ道場ですから、なるほど、もう一度ですね STF をね狙ったんですけども、吉田がここはね右腕をサードロップに伸ばしてロープコンビネーション見せてほしいですね。はい、チャンピオンチームここで長谷川先にタッチでドロップキック、いいドロップキックですよ。長身の長谷川ここで息を吹き返したぞ。井上孝子にももうドロップキックから自らロープのリバウンドを利して2発フライングボディアタック、カバーに入ってカウントは1。あの重量があるからね、迫力あるんですけど、はい、いかんせん安定感悪いですね内上さんね。えだどっちのですか。長谷川の大技ですけど、あそうですね、爆発力はあるんですけどね、はい、安定感がちょっと足りないですよね。バックへ回って、まあ、未完の待機ですね。まあ、いかこのレベルではやっぱ あんまりこうまくない方が、これからね大きく飛躍する未完色の水が今日は来てますけど、かわいいですね、はい、内上さん、あの未完の待機は長谷川先なんですよ。いやこっち側の2人も未完色の未完の待機 で、すいません、いやとてもございません、あの2人もしょうもないこといいっつって、ね、そうです、その長谷川がフルネルソンからなんか未開の話が言ってしまいましたけども、あこれはね自らのブリッジでグイグイと、これは井上貴苦しいです。密着してフルネルソン、リバースフルネルソンブリッジが見事でした。長谷川先へ、どうしても今年の1月5日後楽園でのね全日本タッグ選手権を思い起こされますけども、この試合でね負けてチャンピオンベルトをね逃してしまったこの井上貴子、そして吉田麻里子、是が非でもこのレッスルマリンピアード晴れ舞台で全日本タッグのベルトを取り返したいとこですけども、ロープ最上段何があるのかな、よく見ていた長谷川がボディスラムで返した、逆に今度は井上貴子がパンチから、ああ危ない、アームホイップカバー片エビの体勢、カウントは2、目まぐるしいロープ最上段を使った攻撃です。ここで井上貴子と吉田の連携か、バトミックドロップからトップ、これは振り向きざま、カバーに吉田が入った、カウントカウンターで入りましたね、ヒヤリとしましたね。まあドロップキックとはいえね、内上さん、はい、あの井上貴子アトミックドロップして立ち上がるところの吉田のドロップキックという、このコンビネーションはどうですか、プレスの内上さんとしましては。いや今の本当にあのドキッとしましたね、
カウンターで入ったし、そうですね、いや、あの顔が用意できてなかったし、ドロップキック受ける、不意をつかれたように、そうそうそう、また飛ぶタイミングがずれたからなおさら変なところに当たって痛そうだったという、ドロップキックは足が伸びる前でしたからね、はい、顔ですもんね、そうでしたね、顔面直撃しましたけど、これはいいですよ、斬新で、あの STF 反対みたいな、あ、なるほど、逆肩エビから長谷川の右腕を絞って、これもね、メキシコルチャリブレのね、一つの技、やはり吉田麻里子まだまだですね、引き出しが多いんじゃないかと思うんですけども、デビーちょっとここでね、リング内タッチしたいとこですけども、吉田のダブルアームスープレックス、カバーに入って長谷川、あ、危ない、ブリッジで返しましたけども、ここまでの展開、チャレンジャーチームのコンビネーションが王者チームを上回ってます、エビで返す長谷川、しのぐ吉田、目まぐるしい攻防から長谷川からデビーにタッチ、足を払って、これはもう左足逆肩エビ、デビー締め上げます、そしてやりたい年頃、畳んでのインディアンデスロックから玉固め、これは見事なブリッジ、やっぱりね、やっあの習ってきた技じゃないですか、そのマリコ道場でこれ習ってきたこと全部やりたい年頃なんですね、そうですか、はい、釜固めから今度はフルネルソンに捉えてリング中央、デビューあのコンディション良さそうですね、本当に、はい、あ、その釜固めをほどいて今度はデビューがやりたいんでしょうね、これはロメオロスペシャル、釣り天井に行く体勢、これは吉田がねマスターしてる技ですから、これ吉田にとってね本当に悔しい、ロメロスペシャルへのデビーのチャレンジですけども、あっと体が揃おうとする、ここが難しいとこですけども、持ち上げられなかったね、デビーパワーが足りないんですよ、はっきり言うと、もっと食わないと、食わないと、ええ、だって足も細いし腕も細いしね、はい、レスリングっていうか関節技を習ってますから流れのコツはいいんですけど、はい、今度肝心の腕力がなくなってきましたね、そうですか、うん、だって細いもん、細いですね、ここで井上タッグをタッチして、あっと殴り合い、井上タッグがラフ殺法で仕掛けた、逆にデビーも殴り返して裏からエビで井上タッグを張りましたね、ロープしてのエルボーパット、左から繰り出しました、ダウンしたデビーを背中を脇腹ストマック放ってダブルアームスープレックス、カバーに入った、ここら辺がですね勝ち気な井上拓子らしいとこですけども、内上さん、はい、井上拓子選手勝ち気なんですよね、そうですね、まあ拙者はどっち応援してるか分かんないんですけども、はい、2人とも好きなんで、うん、井上拓子選手のでもオーロラ必殺技ありますね、はい、オーロラスープレックスですか、あれまだ実際見たことないんで、あ、結構乱暴な技ですよ、あれ、一度見てみたいなと思ってるんですけども、そうですか、はい、その井上拓子、まあオーロラスプレックス、井上拓子ってあのデビーが出てくると結構すぐ張り手とか顔に張りたい方なんですよね、あの全日本選手権でも斉藤さんありましたね、ありました、はい、結構胸くそ悪い試合でしたねそんな厳しいコメントでここでチャレンジャーチームはクロスラインからデビーをカウンターキック、チャレンジャーチームの方がチャンピオンチームよりはるかにコンビネーションいいですね、そうですね、まだデビー長谷川組1回も合体殺法出してないですよね、してませんね、これはいいかもしれません、これルチャと見ましたね、これはおっとこれはムーンサルトからの投げて、これは珍しいですよ、ドロップキック、はつらつとした動きですよ、なんだかモルタルってやつじゃないですか、サルトモルタル、あれ言ってたんじゃないですか、今手首を取ってのリストを固めた、ほらやっぱチャレンジャーチームの方がよっぽど動きがね、はい、動きがいい、チャンピオンチームローンバトルですね、そうですね、ここまでのですね、ま、試合展開、なんか今日はチャンピオンチームが完全に一人一人に分断されてますよね、なんか飲まれてませんか、デビーがリングの中にいると、はい、とあこれはタッグマッチだったんだという、なんか長谷川の存在を忘れてしまったりね、長谷川がリングにいるときはデビーの存在が全然うん浮き上がってこないっていうんですか、個別に戦ってるような、なんかそんな感じがしますね、タッグチームとしての動きがないという、ないない、まあ、コミュニケーションの問題もあると思うんですけどもね、ここまでちょっと王者チーム
フルな試合展開。ローリングソバット、ちょっと当たりが下がったけども、このローリングソバットが長谷川先の持ち味ですけども、ここで井上尚子にヒットした。2発目、石上さん、もっともっと、このローリングスパットっていうのは長谷川先の売りなんですけども、はい、いかがでしょう。いや、いいじゃないですか。いいですか、立て続けに井上尚子にボディスラムでカバーに入って、多少当たりがね、あっと、当たりが浅かったりとかねしても、はい、うん、もう構わず連発すること、思いっきり今失敗しちゃったとか言いながら思っちゃって、そこで萎縮しちゃうと、やっぱりトーンが落ちますから。なるほど、失敗を恐れちゃいけない。ロープ2段目からローリングソバット、井上尚子に見舞った。今のもあれでしょ、トップのセカンドロープからのソバット、やらんとしてることは分かりますよね。はい、ここでデビーにタッチ、連携プレーが出るのか。王者チーム、あー、ロープ最上段からのエルボードロップをかわされた。デビーが逆に井上尚子、ロープ最上段、これをデビーがすかさずクリアして、最上段がノーザンライトスープレックスイン、デンジラス、危険ですよこれは。カバーに入って、これはカウント2、予告吉田が入った。デビーにはスープレックスがあるからいいですね。そうですね、やはりこれ館内が盛り上がりますけども、内上さん、はい、最上段からのノーザンライト、すごかったですね。身長ありますからね、デビーは、はい、バックドロップを狙ったが、すかした井上尚子、長谷川がロープから飛んだ。吉田がよくアシストに入って、一進一退の攻防、全日本タッグ選手権。ここでやっと王者チーム連携プレー、一つ二つ出してきたけども、ここで井上尚子がデビーと長谷川を蹴散らして、元気印の吉田にタッチで、これはあー飛びつきで DDT に入ってる、カバーに入って、これはカウント2。危なかったですね、あのチャンピオンチームとしては。はい、ここで長谷川デビーにタッチ、ちょっとダメージが大きい、長谷川心配です。吉田がデビーにドロップキックを見舞った。なおも井上拓を引き込んで、ロープへ振ってのダブルドロップキック。次から次へと挑戦のチームの連携プレー、さえにさえ渡っています。ここで連携プレーをカットした王者チームが、デビーが吉田にチキンウィングヘッドロック、そしてあー長谷川が井上拓をカバーに行こうとしたが、井上拓をよく振り切って、これは吉田ちょっと危機一髪でしたね、斉藤さん、うん、あーローリングソバット見事にヒット、場外にこれは落ちた。吉田に長谷川先ロープ出したプランチャー、水死だ、無意味です。これは当たりが良かった、うん、でも飛距離はなかったね、あんまりね。そうですね、リング内に吉田を戻して、これ倒立してかわして、吉田が大きなモーションが回転、味方め丸め込んで、これは惜しい、カウント2、逆にこれもカウント2。場内はもうエキサイトしてますけど、斉藤さん、石井太郎、これは面白かったですね。今面白かったですね、はい、うん、やっぱタッグマッチはこうじゃなきゃっていう。そうですか、あ、やっとチャンピオンチームも、あ、これでフェイスクラッシャーだ、はい、やっとね、やっと連携が出てきたね、はい、一つ二つ調子が出てきたような感じですけども、ここでドロップキックをかわした吉田と井上尚子、ダウンしたデビーと長谷川に何を見舞うのか。尚子が、そして吉田がミサイルキック、セカンドロープから飛びました。そして長谷川を捕まえて、吉田がミサイルキック、ジャーマンに行くところをデビーがパンチでカットした。これも王者チーム、今試合の権利があるのは誰と誰ですか。今はですね、長谷川と井上尚子ですね。あ、ここで井上尚子、あ、ジャーマン崩れた、場外に長谷川が落ちて、これは井上と吉田がダブルトペ、すごい、これはなかなかメキシコ本場でも見られないダブルトペ、今面白かったですね、見せ場でしたよ。これはチャレンジャーチームも本当にエネルギー 100% 燃えに燃えています。ダウンしたデビーを尻目に、どこにいるの今、あのまだ寝てんのね、デビー、はい、デビーダウンしてますよ。ここで長谷川を捉えて、ロープ2段目からのダブル DDT、 カバーに井上尚子が入って、これはカウント2です。石上さん、はい、今3入ったと思います。そうですね、ここまで頑張っちゃったら2.999 ぐらいですね。チャンピオンチームは頑張ることだと思いますね。あ、ここで井上尚子オーロラスープレックス、長谷川にやった、